はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の正規分布丸1をお送りします。で、前回まで二項分布やってたんですが、ここから正規分布をちょっとね取っていきます。で、まず最初ね、ポイントなしなんで、問題2問ね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題、まずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、一応正規分布スタートで、確率密度関数とか、なんか突然 FX とか始まってるからね、まあ、解き方自体はめちゃくちゃ簡単なんですけど、一応何のこっちゃっていう感じもすると思うので、簡単に説明をしていきます。で、なんで突然関数がこう入ってきたかっていうと、その確率変数、まあ確率が変わるじゃないですか。数が変わっていくんですけど、それを確率密度関数って言って、一つの関数に対応させるんです。その確率の移動をね、その数値の変わりっていうの。で、例えば、こう関数のね、xy があった時に、まあよく教科書とかに書いてあるやつが、まあ、こういう感じで書いたりするんですよ。確率をこういうね。こういう関数でっていう、まあ、変な形してますけど。もちろんこれは違うよ。2x とか直線になってますけど。例えばこういう関数と対応すると思ってください。で、その時に、例えば0から1っていうのは、この関数、正のとこで考えるんで、まあここが0から始まって、ここが1なわけですよ。で、問題で与えられてるのは、関数が指定されていて、これである確率、その x 確率変数が 0.3 から 0.5 みたいな感じで聞かれるのね。で、これは何を表してるかっていうと、この関数の 0.3 だから、まあ、この辺かな。で、0.5 この辺か。ここの確率っていうのは、ここの面積に一致するんです。そのね、出す求めたい確率が面積と一致すると。で、関数で面積って言われたら何かっていうと、これ積分になるんです。ね、積分、ちょっと懐かしい響きかもしれないですけど、ちょっと不安な方は、数2の方で積分も全部取り終わってますので、定積分と面積かなっていうタイトルのシリーズがあるんですけど、まあ、そこちょっと見てみてください。多分ね、172ぐらいだったと思うんですけど、なんか動画の番号がね。だから、まあ、これを出題されたら、あ、この関数で、こっち無視ね。ここ関係なくて、ここの部分の積分をやっていけばいいんだよねって思ってください。そこがリンクしてくれれば解けますんで、これはね。ただ、もちろんさっき言ったように、積分がね、できないと、これは解くことができないので、まあ、不安な方はそっちで見てもらえたらと思うんですけど、じゃあ実際、積分やっていきましょう。だから使うのはこの 2x。と、こっちね。こっちじゃなくて、こっちの部分。だから、1番。で、面積が確率だね。求めたかったら、インテグラル。で、0.3 から 0.5 なんで、0.3 から 0.5 の 2x。で、まあ dx だね。で、これを求めたら終了です。もうこれだけです。で、2x を積分すると、まあ、x なんでね、これは2分の 1x2 乗に変わる。で、2分の1と2が約分で消えるので、x2 乗だけが残って、0.3 から0.5。で、まず上の数値入れると0.5入れると、2乗して 0.25。マイナス 0.3 入れると、よいしょ。0.09 となって、0.16。で、終了となります。こんな感じ。まあ、出し方はすごくシンプルなんですけどね。で、もう一丁行きましょう。まだまあ直線のね、式関数になってますけど、ここは無視です。で、ここの確率を出したいから、今、インテグラル 0.4 から1.2 の 1-2分の 1x、これね、入れて dx。で、積分すると、1なんで、x になります。1はね、積分すると x。で、x は2分の 1x2 乗なんで、マイナス4分の 1x2 乗に変わります。の 0.4 の 1.2 と。で、まず上の数字入れなきゃいけないから、1.2 を入れると、1.2 マイナス、ほう、待って、
1.2 の2乗でしょ。で、1.2×0.3 に変わるもんね。1.2 を片方4分の1で約分すれば、1.2×0.3。待って、0.36 かな。これ暗算ミスってのはまずいな。36。引くことの 0.4 入れればいいから、0.4-0.4 の2乗なんだけど、片方の 0.4 を4分の1で約分すれば、0.4×0.1 に変わるから、0.04 か。さあ、当たったんでしょうか。で、多分これ、ここ計算するよりも、これとこれ先計算してしまって、1.2-0.4。で、0.8 でしょ。マイナス 0.36、プラス 0.04 になるから、マイナス 0.32。で、これやると、0.48。合ってるかな？大丈夫そうだね。で、0.48 と。これで、終了となります。いいかな？なので、ちょっと積分がね、久しぶりにこう飛んできた感じがしますので、まあ、なんだろ、積分速ね、大事な、まあ、微分積分大事なとこなんでね、まあ、久しぶりに復習するといった感じも含めて、まあ、積分も含めて、勉強してもらえたらと思います。では、今回は、高校数学 2B の正規分布丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このね、正規分布もちょっとだけ続きますので、もしよかったら次回の丸2の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。